剣撃の音絶えぬ関東も、この日ばかりは嘘のように静まり返った。関東管領上杉憲政の命を受けた越後の長尾景虎は、軍神とも称されるその采配で勝利を重ね、関東平定を現実のものとしつつあった。この景虎の功績に対して憲政は最大級の報酬を用意していた。景虎殿、これよりのことよろしく頼みますぞ。お任せくだされ。憎き北条を打ち払い、関東を休んじてくだされ。皆聞け、これより我は上杉政虎を名乗る。関東管領の退任を憲政殿より承った。我、覇者の刃を持って正義を表す。北条武田を打ち払い、この関東の地に必ずや正室をもたらさん。関東管領、崩壊した古き世の権威は力を求めていた。長尾景虎、戦いに生きる毘沙門天の化身は大義を欲していた。両者は歴史の必然としてここに出会い、新たな道を歩み始める。関東管領上杉政虎、その正義の戦いが今幕を開ける。